アスナにシノ、何か買い物？いや、適当にブラブラしていただけだよ。そっちは？消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど、ポーション一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ねえ、せっかくだから三人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば、買い物の合間の食事とかいろいろ期待しちゃうじゃない。まあおやつ程度のものなら俺持ちでも冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本。まあそれならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。次はこのお店を覗いてみようか。へえ、いい雰囲気じゃない。何？どうしたの？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。ほら、アクセサリーショップにポーションとか売ってないかな。絶対にないって。まあまあ、女子の買い物に付き合ったのが運のつき、おとなしくついてくるしかないのよ。才ですか。このペンダントのデザインいいな。ステータスの内容次第では買っちゃうかも。ステータスを気にするならプレイヤー売りのフル装備を買った方が良くないか。そうなんだけど、そうじゃなくて数値だけじゃないんだよ装備って。ステータス次第って言うから提案したの。ねえねえ、せっかくだからブブのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。店員さん、後ろに置いてある武器見せてもらってもいいかしら？はいよ、じっくり見てってくれ。使いこなすには微妙にステータスが足りないわね。あそこに置いてあるやつならちょうどいいんじゃないか。なあ、あれを見せてくれ。これかい？ほらよ。ほんと悪くないわね。アスナの方はどうだ？どうした？このお店何か引っかかるんだけど、それが何なのかわからなくて。ねえ、どうせだから他の武器屋も覗いてみない？他の武器屋って？ほら、女の
人が店員さんのお店があったと思うんだけど。女の店員？あ、それだよ、違和感の正体。何よ、違和感って。このお店、前は女の店員さんだったの。ああ、そういえばそうだった。それって働いてる NPC が。そんな話聞いたこともないぞ。じゃあなんで変わったんだろう。普通に考えれば NPC が変わるイベントが発生したっていうのが可能性として高いけど、そんなイベントは聞いたこともないし、 NPC が変わったことにゲーム的な意味を感じない。この無意味な変化は一体何なんだ。